やはりここまで来ると敵が多いな。そう簡単に返してはくれないということか。でもよかった、知ってる人はあんまり敵にいないみたい。いえ、油断は禁物でしょう。これで終わるとはとても思えません。そうだな、これまでの経緯を考えると怪しいけど、俺たちは前に進むだけです。たとえ誰と戦うことになったとしても。ああ、その通りだ、リョウト。我らで力を合わせ、この世界を抜け出そう。あと少しで出口があるはず。だが、まずはここを突破せればならんな。やっぱり高騰は落ち着くね。ちょっと雰囲気変わっちゃってるか。確かに東京は東京ってとこですからね。行こうか。行くぞ。立花の力を示すのだ。身の奇襲か。いや、なんとかしのいでくれ。俺と勝負だ。覚悟しろ。戦軍だ。風を変える。その戦ぶり手本といたします。風を変える。遠慮は無用ぞ。隣地は何を踊った。せっかくの綺麗な顔が入りました。無駄口はいらぬ。相手しろ。強すぎる。本物ならもっと面白い反応をする。申し分ない働きだ。貴様の力見せてもらった。度胸と武芸は認めるが、やっぱりバッカ。レクション、ぶつかっちゃった。よし、これで先に進めるな。後頭は地形が入り組んでます。固まって動いたら挟み撃ちでしょうね。よし、軍を二分して進軍し、攻撃を防ぐぞ。風を変える。いいぞ、見事な働きだ。に勝とうなど肩払いたいわ。次こそ我が知略でお前を倒す。敵手を討ち取って。やるな、大したもんだぜ。申し分ない働きだ。私の知略に勝てんと思いか。いうこともそのまま負けではない。敵将撃ち取っちゃった。どうよ。
思うよ。この扉、固く閉ざされているね。あ、そうだ。ねえねえ、あの坂から砦の裏側に入れるよ。今だ！孤立した本陣を狙え！通ると知っていたか。急いで本陣の救援に向かわねば。ごえのみさん、色男同士今日は仲良くやろうか。確かに俺さんは色男だよ。てめえと仲良くする筋合いはねえ。気合いなよ。構造だって壁を変えるけどね、なんか納得いかないってのは。戦っちゃねえ。敵将は撃ち取ったよ。壁を変えるか。よっ。自由は相変わらず素晴らしいですね。何の、あれ一人ではまだまだ心強い仲間がいればこそです。そうですね。あなたたち人間はだからこそ強い。いいぞ、見事な働きだ。よくやってくれました。どうよ。
私の策が見破られた。やむを得ない。全軍進軍せよ。風を変える。鬼が戦うには物足りぬ世界だ。俺たちと共にここを抜け出す気はない。鏡の世界を変える。手応えがもうならそういうわけだ。わしもお主らに投稿しすまらぬ奴らの目を変える。手を変える。孫悟の武勇食らうがいい。構造不正が孫悟を語るか。物の郊外殿ほどの覇気を感じぬぞ。今知る戦だ。まずはお見事。さすが姿とはいえ周遊殿なだけはある。具合だよ。あれと信念は感じられぬ。でなくしては本物には遠く及ぶまい。まあ俺が真の三国無双ってね。どうよ。おお、一段と冴えておいでですな。どうよ。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。爺様だ。ってこの爺様が本物じゃない。高校服と勝負せいや。まあ相手するとしますか。息が切れてきまったわい。いいぞ、見事な働きだ。するぜ。惜しいが、そこは引かねば。敵手を討ち取って。これで共闘は全て退けたか。受けざ子ども、俺に踏み潰されたいか。おいおい、最後は呂布がお出ましかい。聞いてないってのは。ついに呂布の胸像まで出してきたか。浜物も焦ってきたね。我らの力を合わせれば倒せぬ相手ではない。奴を倒し呂布の世界から脱出するぞ。風を変える。よくやってくれました。この戦ぶり手本といたします。バカな、この俺が。これで道は開けた。いざこの世界から抜け出さん。お、出たね。これがこの空間から抜け出す道ってやつか。これで帰れるんだね。
俺たちの勝利だ。まあ素直に喜んでください。ここはどうやら鏡の世界が抜けられたようだな。それに心境は割れて力を失った様子。もうあの世界に迷い込むことはないでしょう。よかった。ねえ、今度こそ本物の周遊様に会える？ええ、もちろんです。一旦どこかに皆を集めましょう。心境が割れたとは言っても敵は玉物前、また次の手を打ってくるかもしれませんしね。そうなる前に皆へ事情を説明しよう。一刻も早く玉物前と戦う準備をせねばな。皆さんの力を借りられるのでしたら、彼女を再び封じられるかもしれません。殺生石への封印には参考の力が必要です。復帰と除去には私から協力を頼みましょう。うん、悪い人を懲らしめ。